ショートコント修学旅行。おい寝たのかよ。寝てねえよ。お前さ好きな数とかあんの？496完全数。おいヤクリ、いつまでも YouTube 見てないで勉強しなさい。分かって、今からやるって。うっせえな、なんで数学なんざ勉強しなきゃいけねえんだか。それにしても完全数って6でも28でもなく496ってセンスありすぎんだよ。そもそも完全数は自身を除く正の約数を全て足したらその数自身になる数のこと。確か定理としてはメルセンヌ数が素数の時に2の n-1 乗かけるメルセンヌ素数が完全数になるというもの。完全数を探すには約数関数 σa イコール 2a が成り立つ数のことだから、496の次は、まあ、8128ってとこか。その次はなかなか出てこないが、まあ3355336ってところか。そうか、完全数ってメルセンヌ素数に応じて見つかるから、確か2018年に見つかった最新の51個目のメルセンヌ素数が2の8258万9933乗-1らしいから、次の52個目はおそらく。ヤクリやりなさい。分かってやるって。あーマジで平方根とか意味わかんねー。